の水野が1番の野中の横あたりまで上がってくる。しかし5番の藪下もここは踏んでいこうというところか。バックストレッチ、5番の藪下が前に上がって3番手並走になりました。1番の野中と2番の水野、残り600の鐘。さあ5番の藪下がペースを上げている。内を救っていこうというのが1番の野中。さあ1番野中が先頭に立ったが、この動き7番の隅がついていけない。さあ間もなく残りが1周というあたり、1番野中の先行ですが、2番手は3番の千沢になっている。3番手に2番の水野で、その後ろは7番の隅。ラインがバラバラの体勢。バックストレッチ、さあ1番野中がペースを上げる。2番手は3番の千沢、3番手には2番の水野、少し離れて4番手懸命に追っていく7番の隅。その後ろ4番の小林が5番手、これは大きく離れてきた。4コーナーから直線、1番の野中が先頭を追ってくる。3番の千沢、3番の千沢が最後は突き抜けそうだ。千沢1着ゴールイン、2着2番の水野、3着1番の野中。